弾丸論破初代メンバーってなんか癖強くない？に対する反応集を紹介していきます。それではご覧ください。2とか V3 に比べても協調性が薄いというか、我が強いというか、能力はあるけど協調性が薄いやつと協調性があるけれど今一歩なやつと両方ないやつで構成されてるからな。両方ない上に作中最強クラスの殺人鬼を中に飼ってるやつとかいるもんな。1の4のめちゃくちゃさはこのメンバーだからって感じがする。実質誘拐&南国の無人島へワープとかいう不可解極まりない事態で、ワイワイやるつもりだった2のメンツの方が異常な気はする。なんなら1は入学予定の学園と思わしき施設かっこ閉鎖環境に拉致されて殺人強要されたらなってもおかしくはないっていうか、推理力トップ2のコミュニケーションに問題があると思うの。いろいろあってコミュなんなキャラが多いっていうのも癖の強さを感じる。男子の通信簿でうち5人くらいに友達がいないだの友達になりたいだの対等な友達はいないだの相談されるわけだし、そんな人たちが記憶を失う前はニコニコしながら写真撮るくらいの仲良しクラスメイトだったのが悲しくて最高なんだ。リーダーシップがやっぱ大事よ。2はトンガミ、V3 は赤松がショットなからまとめようとしたから、基本的にみんなが協力的だった。プラス公認のソニア、桃田あたりが動けていた。そのため仲間を疑うのは正しいの？ってのが問題になった。無印は戸上が独自で動いている、プラス石丸が力量不足なのでリーダーシップを取れる人がおらず疑心暗鬼に陥った。 2V3 とは逆に仲間を信じることが大事だった。狛江だという獅子心中の虫がいないからこそ他者に向ける殺伐さを分散できてるんだろう。そんな1メンバーだからこそ過去写真が切ない。本当はあんなに仲良かったのにな。普通に入学していたら潤滑剤の苗木とお調子者の桑田、いや2期分の大和田、ついでに過去のトラウマも少しずつ向き合えていたと思う。普通の環境のため超高校級の風紀委員を十分に発揮できる石丸、コミュ力トップクラスの前園がまとめてがの強い戸上やセレス、葉隠れや山田あたりをほだしていいクラスになったんだろうな。それを記憶喪失であれにするってなんだかんだ言って無印の真相えぐいわ。無印はがの強いメンバーがギスってこそあれらの過去写真が光ると思うわ。あれのせいでエンディング入ってからもなかなか立ち直れんかったもん。1メンバーの天才ゆえのがの強さ感づき。1作目だからこそインパクト勝負なところはある。1は戸上とトンガミが入れ替わってたら案外まともにまとまっていたのかもしれない。2はトンガミと戸上が入れ替わっていてもクズ誘惑が1人増えるくらいで、そんなに影響大きくなくまとまったままだと思う。我が強い連中もそうだが、コミュ力高い連中にも問題がある。追い詰められるとアレな方向に行動力のある前園。危険を感じたら自分は隠れてないに一人に向かわせる朝日奈。葉隠れ。さすがに前園は本編の状況が悪かったけど、葉隠れは過去でみんなと仲良くやってたのだろうか。状況がねえ。2V3 は遊ぶ場所多くて比較的開放的だったからメンバー同士の交流ができたかな。無印は環境も閉塞感あるし狭いし日光ないしで最悪なのもな。78期生の舞台がジャバボック島なら何人かはノリノリで一緒に遊んでたかもしれんね。窓全部鉄板で塞がれてるとかいうのがダメな人はそれだけで割と狂いそうなやつ。このギスギス感の8割くらいは戸上のせいじゃね？とやり直してみて思った。戸上いなかったらなんだかんだで能天気に過ごせるメンバー多いというか、実際戸上いない時の食堂では普通に仲良く会話してたからな。最初全員で学園探索する時も戸上の発言のせいでバラバラになってたし、がっつり閉鎖空間プラス行動制限のある息苦しい状況でデスゲーム強要動機作りのいろいろ、ついでに監視カメラが山ほどある状況だからな。そして周りには得体の知れないクラスメイト、普通じゃなくなっても仕方ない。多分最初から戸上が協力的だったら最高で殺人すら起こさずに終えられるまであるのでは？あの状況を受け入れ平和に過ごそうと最初から積極的に推していた一人がセレスだからな。戸上の言うことも間違ってるわけではないという。2は花村、V3 は東条さんが美味しい食事を作ってくれるから快適よ。序盤に退場するのが痛いけど、それでも料理に長けた超高校級の料理の味は結構心の支えになるだろうからな。V3 は最初の方結構ギスってない？ V3 の赤松攻める流れは嫌なギスギス感だった。1より生々しいというか、写真とか個別イベント見る限り源はいい子なんやなって。え？葉隠れ？うん、葉隠れだけ記憶失う前でも今とクズさ変わってるイメージがあまりない。一応ドラマ CD じゃ占い料が1000円になってて、葉隠れなりに情を抱いていたのかなと。
なんというか、無印はどこで殺人が起きてもおかしくない嫌な感じを、全員がちょっとずつ持ってたように思う。スーダンだとその嫌な感じを狛江田一人に濃縮した感じ。V3 も無印みたいな雰囲気だったけど、桜ちゃんの事件が一章で起きたみたいな感じで結束自体は早かったねって感想。無印は夜時間で歩き禁止のルールを残念以外破ってるあたり協調性はマジでないと思う。無印はむしろ団結を引き裂いてた戸上が、2ではめちゃくちゃ頼れるリーダーシップ満載の男と化してるのがすごいんだよな。まあ偽物だしその上、協調性がない代わりに事態に対してかなり行動的なのが78期生の特徴かなぁとは思ってる。無印割と意欲的に学んだり挑戦しようってタイプが多いというか、一歩を踏み出せる人が多い感じはする。オリジナル漫画描きたいしフィギュアに挑戦しようとしてた山田とか、将棋知らないから知りたいなぁってやってたセレスとか、暴走族辞めたら大工になりたい大和田とか、無印は2ほど才能に縛られてる感がないよね。苗木くんキリギリさんが拗ねてた時期とかわかりやすいけど、結構ドライというか無理に仲直りしようとか思わないっぽいんだよね。戸上とかせっかくのクラスメイト出しで仲良くしようとしてたけど、ある程度努力して無理そうならすっと線を引いてくる執着とかないんですか？番外作品の話にはなるけど、イフや戸上を見る限り、78期生は結束してる状態の安心感は半端ないよね。盛り上げ上手もいるし義理がたいやつ多いしブレインと実動部隊が最強レベルだしで、まあ結束すれば敵なしだわな。だからこそ、先生は結束する前からやり直してほしいと思うのです、うっぷ。BBQ の77期生も圧倒的な団結力だったぞ。77期は基本陽キャだし卒業して社会人になったらみんなそこでも友達や居場所ができるから、たまーに連絡を取るくらいのイメージだけど78期生は卒業しても定期的に集まってそう。まあ卒業なんてないんですけどね死んだので。スクールモードの ED がそんな感じだったよね。こんな始まりだったけどまたみんなで会いたいねみたいな。あれ見て記憶を失う前の学園生活中仲良かったのはマジなんだなって思ったわ。たった50日でそこまでいけるのか。無印本編のギスリに関しては戸上の影響力のデカさを感じる。議論回せて腕っぷしそれなりにあってメンタル安定した自信家が敵対宣言してたら、そりゃ全体の雰囲気も悪くなる。単純に脅威度が高いもん。逆にあいつがクラスメイトを身内判定できて本領発揮すれば、あのクセ強メンバーでもまとまるのが想像つくし、V3 のメンバーは普段はそんなに仲良くないけど、学級裁判とか見てたら、会議させたら一番まともに進行してくれる連中って感じ。1と2のメンバーが会議させても脱線しまくるやつが多いだけに。仲いいとはまた違うというか、それこそいわゆる、協調性が一番高いメンツなのだろうね。そこまで好きじゃなくても協力することはできるみたいな。朝比奈さんは負荷は心配したりプールで遊びに誘ったり、交友会深めようと地味に頑張ってたけどな。むしろ積極的にみんな仲良くしようと頑張ってたの朝比奈さんくらいでは、他が個人プレイな連中だから比較的に。